はい、それではアリコンさん的な、はい、今度はクソゲーもうねちょっとランキングなるほどもらいたいなと、じゃあ第3位からはいお願いします。クソゲー発表します。はい、第3位のクソゲーは、ER カンフーです。あ、マジっすか。これね、うん、いや ER カンフーは僕も当時一番最初に親に買ってもらったファミコンソフトなんですよ。あ、マジっすか。かなり初期ありますよ。それそれこれですよ。これがクソゲーっすか。これね、いや、うん、よくできてるんですよ、うんうん、ただ僕は1個だけ納得いかない点が、はい、3面これ1対1の戦いなんですけど、そうですね、はい、3面に出てくるやつがこうチェーン使うやつがいるんですよ。使います。それ、うん、俺もう目つぶっても倒せるコツを発見しちゃったんですよ、うん、あ、それなんかパターン化できちゃって面白くないみたいな。つまんない、うんうん、あ、そこだけね。これソフト会社って任天堂さんじゃないか。コナミさんですね。コナミさんなんだねこれいやだからこのねチェーン使いの男だけ、うん、足払いしながらこうねずっと足払いしてると倒せちゃうんですよこいつ。でしたっけ。だからもう間違えるみたいな感じ。もうずっとそれだけで倒せちゃうみたいな、うん、あー、そうか、そうだったような気もするんだ。 でもスパルタン X もミスター X もそうじゃないですか。え、そうでしたっけ。足払いだけで足払いだけ。あー、だから、ね、そういうところはちょっとね、うん、ちょっと僕の中では冷めましたねただ音楽もいいし、それをやんなきゃいいじゃないですか別に。いやー、やっちゃうんですよねでも親にちょっといい見てて ってこうやって目つってそこで足払いほらさ倒せたでしょっていうのをよく見せてた記憶があります、まあクソゲーつってもそういった、まあ、でもまあ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 愛のあるクソゲーという意味です。面白おかしいって意味ですからね。そういうことですね、はい。でもそれがあったから思い出が強いってことですね。そういうことですね、はい、という ER カンフーですね。 ER カンフーです、はい、もう第2位から手厳しくいきますよ。手厳しいっていうのはなんか辛口でいくってことですか。辛口ですね。もう俺怒ってますよ。あ、本当ですか。怒ってますよ。2位なんだろう。2位なんすか。クソゲー第2位は東海道53次です。あー、分かるような気がします。これはこれはねちょっとアトランティスの謎とも通ずる部分があるんですけど、要は感触玉みたいな、うんうん、そのを、品川の宿からどん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 、ね、行くんですけど、うん、いやこれ難しい。むずすぎてクソゲーと言われてます結構。むずい。であとね、僕はこれ一期から続く三電子系の流れなんですけど、はい、僕結構三電子好きなんですけど、うん、当時よかったです。一期もなんか鎌はどっちの方向行くか分かんないしあれ結構で追尾なんですよね。勝手に行くんですよ、ね、そう勝手に行くんだよ。でなんかもうすぐやられるし、なんか理不尽でお釜みたいなのがこんな来てなんか動けないみたいなのあるわけじゃないですか。竹槍持つと弱くなるんですけどねだからその流れでね、ちょっと東海道53次もちょっとむずい。だからやっぱスーパーマリオのような、うん、その整合性というかゲームとしてもっと練らないとダメですよね。あの多分、うん、僕は思うに当時の子供は何でもクリアしちゃうっていう観点で早くクリアしちゃってもクソゲじゃないですか。だからっていうことだと思うんですけど、いや難しかった。僕はもうだからあんまり進めなかったです。感触玉もなんかこういかないんですよね。こうなんかふわっといく、変な風にいくんだよね。そうなんですよ。これ無限アップもないんですよ。あ、ないけどあの2期増えて1期死ぬっていう無限アップがあるんですよあ、そうなんですか。だからすげえ時間かかるんですよ、ね、それで僕はクリアしましたけどね。いやーすごい、じゃあちょっと番外編で1個クソゲーいいですかね。あー、あるんですか。もうね局地的に1個だけもう俺が納得いかなすぎてブチ切れたっていう、うん、はは、なんですか。天地を食らうってやつですね。ファミコンのワンツーどっちですか。ワンですね。あ、ファミコンはロープレなんですよね。そう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 、そうです。あれは皆さん面白いっていうはずなんですけど、あれね一個だけ途中の村で、まあ、どこの村か忘れましたけど、ええ、老木の枝っていう枝を、うん、その渡さなきゃいけないんですけど、まあ、重要アイテムってことですか。重要アイテムなんで、うん、それがないと先進めないんですよ、ええ、ところが、うん、老木の枝をなんかね渡すっていうのがすごい分かりづらくて、そのゲーム、はい、本当は渡すっていうところにコマンドをやんなきゃいけないんですけど、うん、うまくいかなくて、じゃあ一回捨てるなのかなと思って捨てるってやっちゃったんですよそしたら通常だったら、うん、バグチェックの段階でこれ捨てたらゲームが解けなくなっちゃうから、いやそれは捨てられぬみたいなコメントが入らなきゃいけないのに、まあ、親切になりますね、はい、老木の枝捨てられるんですよ。あ、でもアリコンさんそういうリアリティ追求したいじゃないですか、うん、物があって捨てれないなんてことありえないじゃないですか、はいはいはい、捨てれた方がいいじゃないですか。いやいや何を言ってるんですかいやいや、それで僕も捨てちゃったおかげでもうそれでもう永遠にゲームできなくなっちゃったんですよ。途中まで超いい感じにしてたのに。ああ、どうなんだろう、それ捨てちゃったら本当に積むゲームなんですか。もう何もできないです。もうだから老木の枝がないからまた頭からいかなきゃいけないしあ、取り直すことはできるんですね。
いや頭っつうかもう取り直しもできない。だって宝箱みたいな開けちゃってるんで。あ、そうでしたっけ。だから僕はねそれでね結構胸を痛めましてですね。あ、はい、そうなんです。それで結局まあクソゲーの番外編ということで、ゲーム自体はでも大変よくできたゲームでしたね。はい、そして、はい、じゃあいよいよ、はい、有村コン的なクソゲー1位を発表します、はい、これ結構ね重要だし、変なやつ選ぶと、ね、とんでもないことになりますからね、それでは発表します。はい、何でしょう。第1位のクソゲーはハイパーオリンピックです。マジっすか。ハイパーオリンピックはですね、はい、私もうトラウマになるぐらい、うん、当時オリンピック、まあ今今年ねちょっと幻のオリンピックと言われてしまいましたけど、はい、もうね画期的だなと。これゲーム会社どこでしたっけ。コナミですね。コナミさんですね。僕はねめちゃくちゃすごいゲーム出たと。うん、面白かったですね。友達のサトベとかみんなで、はい、サトベ新しいね。サトベ、うん、サトベ、まあ、神崎とかサトベとか友達なんですけど神崎しかいなかったですね、友達はね。もう仲いいのは神崎でしたね。サトベとかも仲良くて、これでとにかくそのコントローラーってないですかね。コントローラーでガチャガチャガチャってやるんですけど、あ、ハイパーショットってやつですね。これですよ。熱い、これこれ、うんうん、これなんですよ。でこのもう、うん、こうこうやるわけですよ。だからどこがクソゲーなんですか。いやこれやるだけのゲームじゃないですか。いやだけどこれが熱くてもうほんと爪がめくれるまでやったじゃないですか。で俺はこのですね鉄の定規でこれをこういう風にセットしてこうこうやるわけですよね、これね、うん、やった人多いと思うんですけど、うんうん、そしたらもうピャーンとこの鉄の定規ってわりかし切れるんですよこれ。ああ、はいはいはい。でもう小学生の有村コン君の指がブワーッともうボタボタの血が落ちて、それほど本気でやったってことですね。流血事件ですよ本当に。あのもうこうなんか削れるのは電池とかなんか持ってやるのがやっぱ爪が痛くなってくるんで。そうですよね、うん、何持ってましたここの。俺10円玉とかもありましたけど。僕電池ですね。炭酸。炭酸いいですか。はこ擦れる上に痛くないじゃないですか自分は。はい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 。これはこれやる人いました。いや病院はありましたやっぱ。だからあのシュウォッチっていうあの高橋名人が出てるハドソンからも出てたじゃないですか、はいはいはい、あれもやっぱ定規何本も折りましたもんねやっぱね。え、だからそれ、手を痛い思いしたからクソゲーってことなんですか。まあ平たく言うとそういうことです。だから定規使った自分が悪いんですよね。いやいやそうなんですけど、うん、とはいえやっぱりちょっと小学生からすると結構もう手負傷して、いやちょっとね俺トラウマですもんね。これまあ本当に負けたくないから本当にね限界を超えてやっちゃいますからね。でガーッてやるじゃないですか楽しすぎて。はい、だからまあねちょっと今年もまあオリンピックねちょっとこう延期したっていうこともあって、うんうん、ちょっと一応ハイパーオリンピックを、クソゲー第1位にさせていただきました。まあ面白おかしいっていう意味もね。そうですそうです。まあここはちょっと最後はね、はい、愛のある形でという感じですね。ああということなんですね、はい、アリコンさん的なクソゲーは。そうですね。うん、負傷します手。これ動く。あ、もちろんもちろんもちろん。あ、じゃあやってみましょうよ。何かかけますか。じゃあ何かけますか。富士富士。次 ER カーフなんですけど、はい、3人目を目をつぶって倒すと。もうね任せてください。これは子供の時相当その裏技知ってますよね。知らない。裏技なんですかそれって。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士。ちょっといいですかね。じゃあ僕一個こちら今日ね、うん、藤田さんにぜひ見ていただきたくてお持ちしました、はい、影の伝説の映画化主演監督有村コンショートフィルム撮ったんですよ僕。あ、わかります。知ってますよもちろん。知ってる。はははしかも僕これちゃんと対等に許可取り得てるんですよ、うん、これ。あ、じゃあ本当に影の伝説。対等さんに電話してすいません映画化したいんですけどつって、なんと私真田幸村役を演じてるんですけど、ここはだから設定とちょっと違うんですけど、うんうん、真田正幸っていうお父さん役を水野晴郎先生が演じてます。すごいですね。キャストもすごいし。水野晴郎先生ね、うんうんうん、であと林家菊王師匠杉作慈太郎さん、すごい、林家ペイ先生、うん、豪華異色キャストでお届けするっていうこれをねショートフィルムでやったんでこのキャスティングも有根さんが僕のそうですねお世話になってる方々お集めして。すごいっすね。これでも何年前でしたっけ。もうね2005年ぐらい。5年ぐらい前ですね。2005年。ああ、15年前です。そんな前なのかこれ。これねあの今でも YouTube で影の伝説映画って入れると、うん、あの見れるんで予告編が20分ぐらいのね短編なんですよ。ああ、これじゃあ今ブックオフとかで。いやこれはね、うん、でもね個人で本当作ったやつで営利を目的としないってやつなんで。
あ、そうなんですか。もうどこにも手に入らないです。有子さんの財力で作ったんですか。ただね、25万で作ったんですよ、これ。嘘。そうなの。え、このキャストのギャランティーも含めて。キャストのギャラ全員、あ、まあ水野先生ぐらいで。あ、言っちゃってだって。あ、まあじゃあ友情視線なんですね、ほぼ。ほぼ友情視線で。すごいなぁ、なんか。これちょっともし概要欄に私のシネマラボと同時にこの影の伝説のリンクをですね貼っていただけると、そこから飛んで見ていただくと。当時はね、僕28ぐらいだったかな。あ、本当だ、本当になんか手作り感がある。でしょ？はあ、はあ、そうなのよ。あ、そ、売ってないですね、じゃあこれ。売ってない。なんで、まあまあ僕しか見れないっていう。え、これどう作って満足したって終わったんですか？いや、結構でもその時はいろんな映画祭に出して、いろいろやって、で、賞もね、ちょこちょこ取ったんですよ、これ。で、ツタヤにも一時は並んでたんですけど、無料貸し出しっていう陳列の仕方で。ああ、そうか。営利を目的としないから。しないから協力する方も。そういうこと、そういうこと。あっていうね、まあ、ことなんで、まあ、もし興味のある方いたら、ぜひ、よろしくお願いします。すごいな、今の。